うわ、涙が多い。うわ、どうする？何取るか。よし、ブランド取った。OK。序盤強い、ブランド。でもデボニアブランドだけは絶対にしない。クソだからから。サラちゃんは勝ってたけど、俺のやると弱いからダメ。ああまあまあグローブ悪くないね。悪くない悪くない。復讐の炎だ。アルカニヨードルファームしつつブランドじゃないや。シンジケート。ああいいねいいねいいね。勝てる勝てる勝てる、大丈夫大丈夫、いける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 。はぁ、ブランド、スイッチ、イラオイ、え、アイテムは、あぁ、いいんじゃない？え、BF ソード？え、いいじゃん。ワンフォール？え、ワンフォールだ。え、ワンフォール。あ、じゃあシンジゲートに。これはもう絶対勝つ勝つ勝つ絶対勝つ絶対勝つ、これ絶対勝つね。シンジゲートやるけど序盤はヨードルでパームしてアルカニスト系でいった。いやアイはちょっとやりすぎだったか。いや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 、いいサブキャリー涙作ったら、あとは全員アイテムやりたいね。涙絶対欲しいから、最初ヨドルでファームして負けで涙取って、あとは勝ち進行して防具。よし、これでいこう。え？は？アイテムは？は？は？こいつらよ。ヨードル出ねえし、じゃあここ勝たしてもらうわ。さあ始めるぞ。勝てるよね。よし、ヨードル来たら負け。行こう、負けよ。ヨードル来い、一体でいいから。ジグスジグス、モルガナ、What？ やっちまうこれ。本当に言ってる？いやもう使うしかないよな。こんな理想の状態はなかなかないよな。キミテックいんのか。モレロ必須だなこれ。あ、レオナナイス。ここは負けて、ここはしっかり負けて、
いや3連勝取った方がいいか。いやどうだ。いやこの構成だぜ。ここは連勝の方が良くないか。まあ負けるならそれでいい。勝ったな。まあまあまあ防具取れるか。涙取れなかったら防具もしくはモレロの素材かな。え、ワンチャン余る。来た。え、ありがとう。熱っ。緊張してきた。はあ、マジ勝ちたい。マジで勝ちたい。 API アイテム落ちないみたいな事故とかやめてよ。マジで一個落としてくれ。ナイスブランド。よし、ナイスナイスナイス。強い強い。しばらくあいつだな、キャリーは。ダリウス一体でいいから重なってほしいな。え、ジン、What? どうしよう。あ、もうテンパってきた。ジン来た。え、俺今レベル5だよ。え、ちょっと待って待って待って。いや、ボディガー、ボディ、いや、ジョアンボディガーっしょ。いや、まだまだ早い、まだ早い。3の2、3の2で出そう。3の1か、3の2。勝てないかなこれ。もう一発って、うっ、あーダメか、負けたか。まあしゃあない。ナイスロスト。グッチョグッチョ。大丈夫大丈夫。こっち陣来てる。しっかり活用しよう。フロントが弱いな。いやでも勝ってるしな。ザイラー、あーん、いやアップデートしたいな。もしくはダリウス2になるだけ全然違う。もしくは防具、モルガナ用に防具があってもいいな。さあ始めるぞ。戦うこと、それが生きることなのだ。
ックス、ベックス枠ないよな。いやないな。16、いやカチンコしたい。いやいやでも、いや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 、いらないいらないいらない。お金の方が大事だ。いい、ここはお金のために負ければ。そうだよ、コップはもう半分空っぽ。でここで陣出して、いやちょっと柔らかいな、3のちょっとだけダリウス。あり、過呼吸になる。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、もう苦しい。ちょっと待って、いやでもブランドの方がダメージ出すんじゃないか。いやそんなことはないから、ベル1やぞあいつ。さすがにないな。これ適当なスナイパー見つくろってジンにアイドルが強いな多分。エンチャの心、アセンションボディガー、アセンション、アセンション以外ない。あ、これ来た。これをジン、はい、ジジ勝ちました。3456人殺した。50分メイド。そんなよかった。いやキャリーはやっぱ分散させたい。ブリッツとかいないね今回。いないからがっつり。あ、いる。いやいや、いい、全然端っこないとけ。モルガナ4の1、絶対モルガナあたりを重ねないとやばいな。そうだよ、コップはもう半分空っぽ。お、てめえ俺とハローっての。いい度胸じゃねえの。ブラウン持ってんのかよ。おい、こっちはジーンとアリのシンジケートワンフォーオールだぞ。お前なめんな、なめるな、殺せ。よし、うわ、あのブラウンめっちゃ欲しい。あーあー、行く。ああ、気持ち悪いんだよボケ。あ、俺今最高にゲーム楽しんでるだろ。楽しんでるけどさ、お前の気持ち悪い声聞いて俺も楽しめだ。え、もしブラウンバブル、最高。これはもうブラウンにオールイン、シンジケート5完成。あ、最高。最高。これブラーム行ってるだけで3ステージは全然乗り越えられるっしょ。みんな重なってるけど全然違ってくるっしょ。これイノベコ、え、ちょっと無理っす。いや、ちょっとそれは無理っす。
ヒナメゴは無理っすよ、それ。密集させた方がいいな、今は。4の1でモルガナとアシェともう一人フロント誰か作ってって感じかな。ここは勝てるっしょ。いや、シンジケート7も見たいな、これ。アンファール、いやどうかな。でもワンファール、シンジケート7の方がいいかな、それとも5でいいかな。5でダリウスをさっさと殺すってのもありか。なんて、シンジケート7の方がいいかな、ワンファールって。まあ、ワンフォアオールだしね。いやでも、俺よりレート低いやつに聞いてもしょうがねえか。ああ、で、今日の朝まで変わんなかったんで。うるせえな、お前、黙れ。今の俺はちょっと違えんだよ。バイ、いや、バイは熱くないか。バイは普通に使うっていうか。ああ、マジ、え、めっちゃ十分なフロントライン来た。それはマジで熱い。めちゃくちゃ十分。もうなんならこれももうちょっと、ああ、いや、ちょっとそれやりすぎか。これ最初ダリウスに死んでもらってシンジケートにワンフォール配って、やばい、集中させすぎてシンドラの全部食らった。あれ、もしかしてブラウム、あはは、ブラウムがキャリーした、ナイス。あー、ザイラ重なんのか。したらザイラ出すか。いやでもシンジケートクロックワークにしたいよな。あ、このカジクス2なんだけど、どういうこと。そりゃ無理っすわ。
まへん、かまへん。今は負けていい。帽子で行くか。ぶち殺してやる。HP をやるからここは5151でいい。他のやつがあり重ねてたらやばいか。まだ回してない。うん、まだ回してないから大丈夫大丈夫大丈夫。ちょっとモルガナを重ねたいな。あれ何位だったら上がんだっけ。2位。まあいやだけどこの場面と構成だったら全然ね、まあチャンスはあるに、なんかミスってはいないし、なんか空回ってるわけだし、5151でスカラーかな。スカラーだな。ポータブルファージー？俺は好き。だよね。え？待って、え？マナ？あ、マナか。ゾニア、マナ。でもこれ AP 上がんじゃん。うん。これでよくね？ 3 秒間無敵。はい、キョレイ。3秒間。強いわ。はい、かなり。かなり相性いい。コンプリート。コンプリートした。俺はこのアーリーは強いぞ。まあ、これダリウス、これこいつちょっと、これちょっとあのしワンファウルの犠牲になってもらい。そうね。お、君まだアーリーレベル1。あ、俺これちょっとあれないな。おお強い強い。ちょっとモレロがないのがちょっと気がかりだけど、正直まあね。いやこれでワンチャンサンファイアできるでしょ、ベルト下げれば。モルガラも重ねてあげたいな。ここ足入れる隙間ないよな。どう考えても周りにスカラー回した方が強いからな。最悪スナイパーなんてもう、まあでもワンファウルがあるから取っててもよかったけど、ゼリ出すぐらいだったらワンファウルでやった方がいいし。おっとおっと、いやー巨人かな。いやでもルナハリいられんだよな。いやガゴースト2つに、ガゴースト2ついる？ありか。いや、他にできる術がほぼない。ガゴースト2つ。グラムに巨人あってもしゃあねえし。だったらラピファでエースを上げた方が。巨人ってさ、いやダメージ。いやだよな、確かにね。いや、だって、ハリケーン誰にもする。ってなるよね。ってことはこうだよな。うわーファッキンイデリアだ。うわー
や、ちょっとジンとか重ねるか、オリアナとか。ムカつくからあいつのイリリア取っとこう。いっそ真ん中の方が狙われないんじゃないか説あるよな。ない、待って、いきなり読んでた。やっぱありって端っこだよね。でもそうね、違う、そいつや、当たれ、よし。でもさっき負けたアリ真ん中に置いてたんだよね。真ん中置いてようか、俺も。あえてね、真ん中後ろ、ブラウムに一人タンクさせる。イリリア2、陣痛。マジ？これ強すぎだろ。でもこうやったらさ、寄ってくるんじゃない？敵こっちから。あ、そんなことないか。そうすると、アーリも前行っちゃうか。それは危ないな。はい、そんな風にやってる。おぉ、強い強い。打って、よし、ナイスナイスナイス。あいつ、こいつ死んだら陣回しに行こう。今の見る感じ、やはりフロントだな。とにかくフロント、リデンプ。フロハはいらん。ああ、フロハもいいね。フロハもいい。フロハリデンプ、どっちかだね。血も取られそう。ああ、残った。イリリアがいる以上、フロハはかなり有効。うん、次はここだよな、多分次。ここか。1ザイラーうざいな。1個ずらそう。こうしよう。どこだ、ザイラーのとこか。違った。あ、お前かよ。1位じゃん。あ、でもイリリア死んだ。可能性ある。撃って。おお。おあ、撃って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 。よし。あ、ナイス。いや、完全にゾーニャだったね。ゾーニャのパワー。パー。いやー。よし、次は。部屋のやつが相当うるさくしてるの。こいつ早く死ねよ。俺の。ジンが来ねえだろ。ここかここかここなんだけど、ザイラがいること考えて、こんな感じでザイラはこの中列に打ってもらう。違ったー、やばい、ケミテックは無理だ。回復素材がね。いや、パワー、結局パワー。あれ、パワーじゃない、パワーイズゴッド。あれ、パワーじゃない。てか、ゾーニャで滝が外れんの強え。パワー。あれ、死なないの、あいつ。まあ、アリーしかいなかったし。ああ、これジンいいな。あー、ジンいいじゃないですか。いやー、ジン2やりてー。完全にお前、これ多分範囲は確定じゃないか。
2位は知らん。いやだけどこの調子でいくと1位狙えると思う。いやでもなんか噛み合わせが悪いと負けそうだったじゃんさっきから。さっきのアーリーはね、アーリーじゃねえ、イレリアの。イレリアでしょ。あ、ただジンも育ってくれば。ジン2行くか、レベル9。レベル9にして何入れんの。だったらジンとか。ジン2してからレベル9目指すって感じかな。もしくはね、ボディが増やすってのもありなんだよね。もうね、イレリアが止まるし。どうするどうする。どの道こいつが死なないと陣痛が来ないから、あいつが死んでから陣を取りに行こう。1位のやつも陣使ってるからさ、多分来ないんだよね回しても。いいよ、入れりゃ。うわこいつ差し持ってやがる。だるい。いやきついなここ。いやおおめっちゃ持ってったじゃん。だけどまあね、入れよう持ってった3人持ってたか自分。こいつ死ね早く。うわなんでだよ、お前が死ないと陣痛目指せねえだろ。おーい混雑してきたぞ。みんなイリリア2だよね。いやでも3と目があるから確保するに越したことはないか。でも次ここかここなんだよな。ああ、お前を殺して俺はジンを手に入れる。無理か、マジか。いや、フォーカスがブレてる。いや、無理か、これ。あんなとはよろしくないね。またけど、まだ対面が分かんないから。17、いや、ここはもう回す以外ない。手を投げたいね。いやこれいる？危なくない？陣の位置大丈夫それ？ちょっとあえて真ん中にしてみた。あ、いいよ。いや悪くない悪くない。行ったんじゃない？ナイス。ナイス。これで4位は確定と。いやもうこれゼファーじゃない？モレロもある。モレロね。あ、まあモルガナにモレロ。いや。あー取られた。マジか。モレロ。くそ。いや、ゼファーだったら IQ で勝負できたんだけどな。いや、これこうだろ、もう。シンジケート死んでもらおうか。苦悩を味わい。いや、アリエ取ってる暇ない。強い。いや、これはいけんじゃねえか。イレリアさえぶち殺せば。うわ、え、ブラームすら死んだんだけど。は？う、かなり綺麗には入ってる。死ぬ。あ、いやここ勝負。
お前よかったね。2位決定戦だよ。は？急に匂い出す。ブラウム3。あ、だ。来た。一体他人。入れた入れた入れた。入れたね。もうこいつしかないから。ディファーの位置気をつけて。頼む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 、ブラム3、お前マジで頼むって、俺をダイヤモンドに連れてってくれブラム3、頼む、ここ生き残ればまだわからない。ああ、え、なんで生きてんの、え、なんで1と1で生きてんの、嘘だろ、嘘だろ、お前らじゃんけんの関係じゃ水の上になってるよ。いや、これこれはさ、イレリア、いやでもイレリア結局察しがあるから、ボディガーだな、ボディガー引いてみる。待って、アイテムいるかい、あれ、ちょっと待って、これ2個に分けたいかも。うん、これちょっと2個に分ける。モルガナ CC が多いからちょっと生き残ってくれるだけで全然違ってくる。で、いっそお前もダメージだ、ダメージでも次こいつ、こいつか、ほぼ確食う勝負。マジでここ、ここ、ここ一番。うわ、ゼファー、まあね、いや、わからんわからんわからん、いける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 、殺せ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 、よし、うらー、ダボケオでしたね。わ、イレリアだったらワンちゃん負けてただろ。危ねえ、マジイレリア死んでくれたら熱すぎる。ああ、勝った。